ジェームズ・スピードジェームズ・スピードはアメリカ合衆国の法律家、政治家。エイブラハム・リンカーン大統領及びアンドリュー・ジョンソン大統領の下で1864年から1866年まで第27代アメリカ合衆国司法長官を務めた。ジェームズ・スピードは1812年3月11日にケンタッキー州ジェファーソン郡において誕生した。スピードは ケンタッキー州のセントジョセフ大学を卒業し、トランシルバニア大学で法律を学んだ。1833年、スピードはルイビルにおいて弁護士として認可を受けた。1856年、スピードはルイビル大学法学部で教授となった。スピードは1858年に教授職を一度、退いたが、1872年に復帰し、 最終的に1879年まで教弁を取った。1847年、スピードはケンタッキー州会議員に選出された。スピードは1849年までホイック等に所属し、奴隷制への反対を訴え続けた。1849年のケンタッキー州憲法制定会議に際しては、大議員候補として名前が挙げられたが、 奴隷に対する平等の権利を主張したことが反感を買い落選した。1851年から1854年まではルイビル市議会議員を務め、最後の2年間は議長も務めた。南北戦争の危機が増大するとスピードは北部を支持し、ケンタッキー州は連邦に止まるべきと主張した。スピードはまたルイビル市民軍で臨時指揮官となり、北軍に協力した。 1861年、スピードはケンタッキー州上院議員に選出された。スピードは北部支持の議員の中でも指導的役割を果たした。1862年、スピードは南部支援者に対する財産募集の法案をケンタッキー州議会に提起した。1864年12月2日、エイブラハムリンカーン大統領はスピードを アメリカ合衆国司法長官に任命した。スピードはリンカーン大統領が暗殺された後も続くアンドリュー・ジョンソン政権で司法長官として残り1866年7月22日まで務めた。リンカーン大統領暗殺後、スピードは共和党の中でも急進派の流れに加わった。同時にスピードは黒人に対する 三政権の付与を容認する主張を行った。スピードはジョンソン大統領の保守政策に厳滅し、1866年7月に司法長官を辞任した。スピードはその後弁護事業を再開した。スピードの急進的な政策方針はケンタッキー州の人々から不評を買った。スピードは1867年末に州上院議員に立候補したが、 敗北した。1868年、スピードは共和党の副大統領候補に立候補したが、スカイラー・コルファクスに敗れた。1866年、スピードはフィラデルフィアのロイヤリスト会議に参加し、議長を務めた。スピードは1870年にケンタッキー州第五選挙区から連邦会院議員に立候補したが、敗北した。百七十二年、 スピードは、共和党全国大会に、ケンタッキー州代表として参加した。スピードは1887年6月25日に、ケンタッキー州、ルイビルで死去した。スピードの遺体は、ルイビル市内のケーブヒル墓地に埋葬された。ジェームズ・スピードの父親は、ハンジ・ジョン・スピード、母親は2番目の妻ルーシー・ギルマー・フライであった。 スピードは1840年4月23日にペンシルベニア州出身のジェイン・コクランと結婚した。二人の間には以下の子供が生まれた。ジョン・スピード・ヘンリー・ピートル・スピード・チャールズ・スピード、ブレッキン・リッジ、スピード・ジェームズ・スピード・エドワード・エス・スピード・ジョシュア・アイフ、スピード。ありがとうございます。